はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらのガチャですね、パワープロの日第2弾、野手彼女セレクションガチャですね、こちらを引いていきたいと思います。まあ、はるかちゃんがねバナーキャラになってるので、まあ、完全にはるかちゃん目当てですね。で、今回もまた、40連目になりますとパワープロの日、野手の選択権が、ついてくるんですけれども、まあ、これはこれでねまたなんていうの、能見さんとか雷が選べますと言ってるんですけれども、まあ、ガチャを引いてまで欲しいかって言われると、まあ、そうでもないので、今回こちらのガチャは30連までに、します。とあとまたねこの上かな、パワープロの日記念無料10連ガチャの第2弾が来てますので、まあ、まずはちょっとこちらを引いていきたいと思います。また SR1 枚確定の PR 以上の、イベキャラのみ登場ですね。ただまあ常設キャラにはなりますと。まあ前回がねかなり微妙な感じではあったんですけど、今回引いていきましょう。これをまあ常設だからね、とりあえず1枚。んー、せっちゃんか。せっちゃんはもうね PSR50 なのよ。あ、東条の PR いいね。今メガネ東条が来てるのでね、東条の PR は開放用に使っていきたいですと。うん、あとはまあいいかな。また例によって無料だから、もう無料だからしょうがない、文句は言わないよ。ではこちら、まずはタンガチャいきましょう。タンガチャでバナー PR 上1枚確定ということなので引きますと。この浴衣のチカちゃんが出てるのは何の理由だろうね。1人だけポッとピックアップされてるけど、暁のスッスですね。暁のスッスもね持ってないんだよね俺。だからこの中でいくと、まあ、暁のスッスと、はるかちゃんと、みゆちゃんの3キャラ持ってないので、で星空星光くんって確かもうプラゴなんだよね。でちかちゃんもプラゴなんで、まあ、ここら辺はねこう丸か罰か的な感じ。もうプラゴか持ってないかの2択なんで、じゃあパワーストーンっていうか10連ガチャですね、引いていきましょう。ここはパワーストーン200個で引けますと。 SR が1枚確定してますね。で2回目3回目がバナーなので、まあ、もちろんこういうところでもねバナーが出てくれると、まあ、嬉しいですけど。1枚、赤原。赤原はちょいちょい使う。R とか初めてだったんだ。もうプラゴだけどねという感じです。じゃあ20連目に行きます。ここはバナー確定しているので、まあ、誰が出るかですね。とりあえず新キャラが欲しいな。お、2枚入ってる。うん、ちかちゃんか。おお、みゆちゃんか。まあこっちで取れたのでいいでしょう。あ、紫藤さんの PR はいいね。 OK、 じゃあ30連目に行きますと。ここもバナー1枚確定なので、まあ、最低でも新キャラが手に入ったんでいいでしょう。新キャラっていうか俺の中の新キャラね。ここも2枚ですね。おお、またみゆちゃん。おお、またみゆちゃん。どんだけ出んの。これがな、全部はるかちゃんだったらな、すげえ良かったんだけどな。そういや、はるかちゃん、1回しか出てきてないね。ここの一番右下の R が1枚出てきただけっていう。どんだけはるかちゃんに嫌われてんの、俺は。まあ、そんな感じで、またはるかちゃんはね、当分お借りする日々が続くと思うんですけど。いやー本当に強いですよ、はるかちゃんは。まあ余裕があったら、まあ、引いてみてもいいんじゃないでしょうか。という感じで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。